シンデレラは嘲笑う。今さら得た命なんて何になる。どうせなら楽しく使わなきゃ。自分を馬鹿にした母と姉たち、優しいだけの間抜けな王子様、全部書き換えよう。そのためにはとても面倒くさいけど、死者の国からクソ作者にお出まし願わねば。それには備え物が必要だ。シンデレラは笑う。これから重ねる犠牲の数を数えて。これで終わり。
灰かぶりと馬鹿にされ、蔑まれて生きてきた魂が簡単に救われるとでも思ってた？こんなもんか。たとえ誰かに愛されて幸せな時間を過ごしても、足蹴にされた過去は変わらない。心の傷は治らない。愛や時間が全てを癒すなんて甘ったるい幻想を信じてる？破壊の力、受けた傷はじくじくと広がり、膿んでただれて腐臭を放ち、いつか心を蝕むの。
どうして自分だけ我慢する？傷つけられたら傷つけ返そう。同じ、いやそれ以上の痛みを与えよう。歪むのは簡単。自分の欲望を認めればいいだけ。歯ごたえないな。邪魔する奴は消せばいい。できる限り優しく、できる限り苦痛を長引かせて。止めて消えろ。ほら、見てごらん。痛みに歪む敵の顔。なんて気持ちがいいんだろう。
歯ごたえないね。鏡を見た。そこに映る女はとても楽しそうで、心から今の状況を楽しんでいるらしい。口元に浮かぶうっすらとした笑み、歪んだ目元、そのどれもが美しい。ああ、そうだ、これこそが私の本当の姿。シンデレラは笑いながら、次の供え物に武器を突きつけた。粉々にする。楽しいね。特に騙し討ちはたまらない。例えばこんな風に、ほらもっと必死になりな。シンデレラは気づいた。人を欺く楽しさに、人を従える喜びに、シンデレラは気づいてしまった。人に足げにされて生きてきた。男の気まぐれな愛で救われた。それらはすべてクソったれな作者の都合。それなら作者すら欺いて、自分に都合のいい物語を書かせよう。卑劣。それはシンデレラを焦がす炉の渦巻き。あなたたちには消えてもらう。この苦しみと痛みを感じられるうちは前に進む。私は戦い続ける。